ミネオ TV、ミネオ TV。 はい、皆様、おこんにちはです。モモモンです。はい、今日はまあ少しバージョンアップからね、時間経ちましたけども、復帰者の方に送りたい、これをまずやっとけ7つのことをお送りしたいと思います。ウェイ。はい、ドラクエね、10、もうあのね、8周年ですけども、まあ復帰されてる方もポチポチね、ツイッターとか見てたらいられると思います。で、まず何からね、復帰して手つけんのってこうなるんだけど、まあバージョンアップ後ね、またいろいろ変わってるとこもあるので、そのあたりも加味しながらね、お伝えできたらいいかなと思っております。さあ、そしてまずね、1つ目、これはですね、もう何を置いてもまずストーリーだよね。まずかぶってる。まずあのストーリー、うん、ストーリーは大事ですね。まあできる限りでストーリーやっぱり進めていきながら、あとね、あのサブストーリーの方もね、あの進めていきましょう。ですね、私も人のこと言えませんがね、クエストリストのね、ここのね、いっぱいあるね、これね。こういったところのですね、このね、お役立ち機能っていうのがね、こういう感じで出てますから、こういうのは何先にやっておきましょう。ね。あの、今回ね、あの、温泉機能がつくね、そういったクエストも追加されております。ということなので、そういったところを先に進めていきましょう。そして、2つ目、ストーリーにもつながってはくるんですけども、2つ目、これはですね、まずドラクエといえば何ですか？レベル上げ。そう、2つ目はレベル上げで、レベル上げで今ね、もうそこまで雑魚からなくてもいいようになってるけども、まあ白箱狙いながらとかね、まあペアチケット使いながらとかね、まあそういったところでレベルを、今回ね、116まで上がっておりますから、上げていきましょう。特訓もあるしね、特訓ポイントもあるし。ということで、レベル上げなんですけども、何上げたらいいんだよ、おっさんとこうね、言われちゃうんだけど、まあ、とりあえず、今回強化された、いつ弱体化されるか分かんない、今流行りの無知、魔物使い。もう何か分かんない人は、とりあえず魔物使い育てましょう。そして、強化された斧。ね、斧戦士。まあ、このあたり育ててれば、えらい、バズズ元気いいな、今日。ね、このあたりを、育ててればいいんじゃないでしょうか。でね、もう一つがね、このレベルをね、上げていく時にですね、モンスターの転生の上限も解放されております。なので、3つ目としましては、このね、モンスターの転生を忘れるな。せっかくなんでね、モンスターの転生を忘れず上げていきましょう。で、そのモンスター、じゃあどれ何がいいんだよとこうね、まだ言われちゃうんだけど、これはもうみんなね、今知ってると思うが、モーモン先生が、驚異のね、大人気、超大人気になってしまってね、もう数回吹っちゃうね。ということなので、よくわかんないという人はもうモーモン育てましょうね。それで大体うまくいきます。ムチマモノを育てる、そしてモーモンも育てるね、そういうことです。はい、それでですね、続きましてはこちら、ゼルメアですね。4つ目ですかね、ゼルメア。これね、まあ新しい防具が出ましたのでね、ぜひ皆さんね、これもたまりにたまってるでしょね。フレンド連れて、一人ぽっちでもいい、フレンドも連れててもいい、ゼルメア行きましょう。ただね、今回新しいね、装備で、まあ一応まあいいかなとされてるのが、ミラーアーマー系と風の装備系ね。あとは、あんまり期待されておりません。ただ、ね、
またあのエンドコンテンツのね、エンドボスが、聖戦シリーズかなのエンドボスが出た時にまたこの辺りの総評は変わってくるとは思いますが、早めにね、まあ潜って毒装備とかね、属性装備とかね、そういうのはゲットしておきたいところだよね。はい、というわけででしてね、続きましては、SP 福引きを使おう。パフパフ。ね、SP 福引きね、溜まってるでしょ結構多分。で、今回からこちらね、今ちょっと開いてみてますが、この野営館および野営館プレミアム。もうちょっとプレミアム1個しかないじゃん、これ。こちらの方が、当たるようになりました。で、かなり確率は低いですが、現在の価格で約900万円となっております。ということで、ワンチャンね、ワンチャン夢見よう。うん、まあ自分で使ってもいい。しかもこれね、今回 L サイズという形になっておりますので、かなり貴重ではないでしょうか。SP 福引きね。で、今回SP 福引きのね、モンスター、コインモンスターもね、札じゃなくてちゃんとね、メダルになってますからね。一気に引いちゃって問題ないかと思います。はい、じゃあ続きましてはこちら。はい、というわけで、再びアンちゃんのとこ戻ってきて、さっき言えよっていう話なんだけど、アンルシアさん、ベルトねプラス5が出るようになりました。まあ、これはストーリー一応最新のねとこまで進めないといけないんですけども、5.3 のストーリー進めていけば、このアンルシアさんの新マップ、ね、結構そう、これワープとかもあってね、サクサク終わります。で、何分新しいねプラス5のベルトが出ます。これワンチャン邪神をね軽く超えてきますからね。皆さん、またアンちゃんと再び迷宮の旅に出かけようね。はい、というわけで、じゃあ次がラストかな。これ7つ目かな。じゃあ7つ目行ってみよう。はい、というわけで最後ラストはね、こちらメギストリスの美容師プラティナさんのとこにやってまいりました。こんにちは、お久しぶり。もうまた来たな、バズ。今回髪のね色増えました。結構種類増えたよね。こちらもね、新しいクエストとなっていますので、そちらをぜひね、クリアして、少し気分も一新してね、ストーリーと進めていきたいところですよね。なんかまずはね、美容室クエストやった方がいいのかもしれないね。うん。じゃあ、今回のね、復帰して間もない方、もしくは何から手つけたらいいのという方ね、7つかなまとめてみましたので、ここでちょっと振り返りたいと思います。1つ目、まずはストーリー進めよう。2つ目、レベル上げ、まあ迷った方はね、無知魔物か斧戦士育てていこう。そして3つ目、モンスターの転生も忘れないで上げていこうね。そして、4つ目、ゼルメアを、新装備出てるからね、ゼルメアを消化していこう。そして、5つ目、SP 福引き、新しく野営館ね、出てますから、モリモリ引いて、ワンチャンね、大金をゲットしよう。そして、6個目、アンルシアさん、新しい迷宮プラス5のベルトが出るようになりました。ぜひ挑戦して、あなたもねご自慢の一品をゲットしよう。そして最後7つ目、まずはやっぱり身だしなみだよねとね、こういうことで、髪のね色を気分変えてね、髪の毛の色変えて冒険に出かけましょう。ということで、とりあえずねこのバージョンアップ後ね、この7つとりあえずやっときゃ、まあ問題ないです。大丈夫。
ということで、またね、続々と毎月イベントも始まっておりますのでね、皆さん楽しいアストルティアライフをお過ごしください。では長い間ご清聴ありがとうございました。おお、バズズ寝てる、なんでよ。お疲れ様でした。また会いましょう。失礼します。いつも皆様動画ご覧いただきありがとうございます。これからも頑張ります。ぜひチャンネル登録お願いいたします。